本当に寒い日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、ホットショット DX ジャム山下美香です。さて本日は撮影監督の小川美希さんのインタビューをお届けします。 CM、 ミュージックビデオ、映画作品から NHK のユニークな連続ドラマタイムスクープハンターなどのテレビドラマまで、さまざまな作品を手掛けられている小川さんですが、今回は昨年10月に撮影され、11月中旬には早くも劇場とネット配信で公開された「多分」というショートフィルム作品で使用されたキヤノンの EOS C70 とシネマ EOS のカメラについてを中心にいろいろと語っていただいています。小川美希さんはこれまでもキヤノンさんのカメラをよく使われていて、シネマイオスシリーズにも精通されていまして、2018年に発売された EOS C700 のデモ映像などでも有名ですが、今日はどんなお話が聞けるのか楽しみですね。それでは本日もホットショット DX ジャムスタートです。ホットショット DX ジャム、機材屋入るのかビデオの技術会社って言いますかね、なんかそういうとこ入るのか、ちょっと声をおかけいただいたんですけど、まあ一人でできんじゃないかなとちょっと勘違いしまして、うん、卒業とともにビデオの、ENG のニュースを撮ってる会社がありまして、国会周りとか議員さんのインタビューとかという報道の方のカメラを最初に始めたというか、うん、そのバイトの流れでやらせてもらえるようになって、まあ、最初はバッテリーライト集であってたりっていう学生の時は、でだんだん音声やらし、まあ、ENG のちっちゃいミキサー持って音声やらせてもらったりで、なんか始まったんですけど、じゃあお前カメラもやってみろと、なかなか勇気のある、僕のその先輩というか師匠に当たるような人がいまして、その、まあ、人材がいなかったっていうのももしかしたらあったのかもしれないですけど、まあ卒業するかしないかぐらいの時にビデオは何だろう、あれ池上の V55 とか、いわゆるソニーの400とか、あの時代ですよね、ベータカムで、なんかニュースのインタビュー映像とか、ニュースの間に挟まる、なんていうんですか、ミニ特集みたいな、なんかデパートで催事やってますみたいな、そういうのあるじゃないですか、そういうののやつを撮らせてもらえるようになって、一応それもまあカメラマンはカメラマンなんで、まあ、撮ってることは楽しかったんで、でだんだんなんかちょっと制作系の方からも声かかるようになって、まあ、VB みたいなものとか、うん、あとショートフィルムだとかっていう方向にどんどんジャンルがずれてきまして、何年かやってるうちに報道の方はちょっとお堅いので、少しもうちょっとクリエイティビティが多いジャンルの方に少しずつ来たっていう、そしてそのまま今に至るっていう感じなんで、師匠という師匠がいるわけではないんですよ。昔はその駆け出しでちょっと制作が増えてた時は、ミュージックビデオとかもたくさんやったんですけど、その時はそれこそパナソニックさんの DVX100B、懐かしい、ちょっとグレーの、はい、かっこよかったですね、あれ、はい、あれを持ってました、ね、うん、で一通り照明、ちょっとした照明と、モニター三脚っていうものが一通りあったので、それでちょっとこじんまりした音楽ビデオ、ミュージックビデオみたいなのも最初卒業して何年ぐらいかな、3年か1年ぐらいの時はそれで年間80本ぐらい撮りましたね、PV、音楽 PV、 それも結構
修行になったというか、100本ノックじゃないですけど1000本ノックですかじゃないですけど、あの毎週なんか音楽ビデオあるなみたいな感じの時もありました。毎週週2回みたいな。一番あれですね、なんか変わりが激しい時ですよね、フィルムからビデオ の、うん、そのローで撮れるとこっていうまでのそうですね、ところは全部見れたかなっていう時代だったと思います、うん、で僕ちょっと学生の時に、クリストワー・ドイルっていう撮影監督の、現場に、制作助手のような形で付かせてもらったことがあって、それで、香港に2週間ほど行って、近くでちょっとその現場を見せていただいたことがあって、手伝いながら。まあ、それが一番大きいかもしれないですね。あ、こういう世界はあるんだと。まあ、学校では勉強して、フィルムの現像だとか、なんかこういうのを撮ったらこういう上がりになるよっていうのは分かってたんですけど、ちょっともう学校でやって、言ってるようなこととはもう程遠いというか、もう全然違うようなことが現場で、香港の現場で起きていたので、あ、こういうのやってみたいなって思ったのは確かにありますね。その時多分クリストファー・ドイルさんは恋する惑星とかフォン・カーワイ監督と組まれてて、で、まあ、色が結構特徴的なカラーライトだったり、わざとフィルムをタングステンのフィルムを外で使ってちょっと青っぽい映像にしたりだとかっていうのを、結構ほぼノーマルの絵はないみたいな、学生でノーマルをどう出すかっていうのを勉強してた自分にはだいぶ衝撃的な現場だったと記憶しておりますけど、かなり日本で単館系と言われる映画、渋谷とかそこら辺流すと結構流行りましたよね、まあ、映像も綺麗でしたよね、まあ、それが衝撃的ではありましたけど、まあ、あのボケない絵をずっと撮ってた時に、あのボケる絵と、あとレンズラインナップはもうもちろんキヤノンさんなんでもう十分すぎるほどあるっていう状況で、あのマーク2が出てきたのは相当でかかったと思いますね。全員、みんながみんなあっちを向くようになりました、ね。それで多分取り残された機材もたくさんあるような気がしますね。あそこで結構流れが変わったように記憶してます。最初は、だからなんか、なんですかね。ビデオカメラ的、スイッチとか操作性に慣れてる人には、なかなかハードルが高かったけど、それを押しても使いたくなる映像でしたよね。置けるっていうことと、色が素直に綺麗に出るっていう。センサーはどんどん良くなって、この間、最新の C70 っていうのを映画で使わせてもらいましたけど、ニュートラル、ナチュラルな色が出て、さらにノイズレスっていう、夢のようなセンサーが出てきたなとは思いました。フィルムの頃は結構富士フィルムを使うことが多かったんですね。よっぽどこってりさせたいっていう時はコダック使ってましたけど、だからなんか富士っぽい絵が出るなっていうのは、まあ、僕個人の限界ですけど、完全になんかこう癖がいい意味で癖がないっていうか、グレーディングしやすい、出た絵が一発目で結構腑に落ちるというかスッと入ってくるっていう、まあ、当然グレーディングはするんですけど、それが大きいですからね。照明もやりやすいですよね。そうすると監督もちゃんとなんか最後に近いラットが当たってないと嫌だっていう方ももしかしたらいるかもしれないですけど、まあ、別に709の、出しといてもなんかこれでいっちゃうのってなんか文句言われたことはないんですよ、ね、それぐらい出てる素直で。平野さんのカメラ全
ファンに言える今までの流れで全部300からの流れで全般に言えることだと思います。じゃログ2の XMC ですね、それで全然からこれ問題なかったですけど、夕日背負ったり、結構きつい条件でしたけど、かなり粘ってくれましたね。太陽相手に勝てないですからね、こっちからいくらあれしても。あれですか、HDR の動画版みたいな、写真の HDR みたいなの動画に、厳しい環境の時に、特に太陽背負って、女優さんの顔も、まあ、わざとギリギリ見えるか見えないかっていうと、このフレアで狙ってるんですけど、繊細なことを告白してんのかな。なんか、ちゃんときっちり見せて、パキッと見せるっていうのを選ばなかったんで、そういうのをカラコリするときに、とってもいい素材だったと思いますね。まあ、カラコレでどうにでもしちゃうんで、あれですけど、まずカラコレの最初の初期段階に立った時に、ニュートラルでいてくれるっていうのが、フラットでいてくれるっていうのは、まず絵を作りやすい。だからどっちかに触れてるとかが最初にないんで、ゼロレベルに立ったクリエイティブなカラコレができるっていうような感触で考えて、それ思ってます。なんかこうリグみたいのつけてそうなればいいですけど、純正でいきなりそうなできるんだったらそんなにいいことはないですよね。重くならないし、ただ70の糸がそこですよね。スイッチいっぱいつけていただいて、そこに自分の欲しいものを結構な範囲で入れられるんで、持ったら自分で所有して自分のいいとこにいいものを入れといたら手放せなくなりますよね。新しい RF レンズも使いましたけど、すごいですね。あれはみんな、僕の周りも使った人みんな言ってますけど、ちょっと変えるかなっていう風になっちゃうぐらいすごいですね。これは本当に率直にいいですね。どうでしょう、キャノンさんのカメラ選ぶ理由っていうのはどんな時っていうことがあるんですか？まあ、70に関してこの間使わせてもらったのはコンパクト、でコンパクトな機材の中にセンサーがいいのが入ってる、で現場的にはローマでは必要がないっていう3要素ですかね。クリエイトする側としては、まあ、今はまだそこまで重要、 4K まではあれですけど、4K60P が必ず必要かっていうとそこまでではないのかなと思ってますけどね。まあそれよりビット深度とか、色の情報量からこれでどこまで持っていけるのかとか、まああとアンプのノイズとか、そっちの方が重要、絵作りとしては重要かなとか思ってますね。YouTube 見てる人がこれ何 K かと思って見てないですよ。僕の仕事の場合、その監督さんなり企画が出たところによってカメラを決めてるので、自分で持っちゃうとどうしても自分のカメラ使う方に経済的優先度が上がるじゃないですか。でそれって僕はあんまり良くないなと思ってて、カメラ機材って制作部さんなり、ひいてはクライアントさんが払ってもらえるものなので、小川さんらしさっていうのは自分でどこだと思いますか？まあ、自分でまとめたこのサムネイルバーって見ても、まあ、いろんなもんあるなと、なんか偏りがないというか、多分いろんな監督さんとやらせてもらってるんで、やっぱりカメラマンありきの、まあ、絵とか CM とか映画ってもちろんあると思うんですけど、ある程度僕監督さんと今回どういう風な目的があって、どういう上がりにしたいですかっていう話をするので、どっちかというとなんか僕はこういう絵しか撮れませんっていう感じよりも、なんかいろいろなものを、今回はじゃあシャローでいきましょうとか、この間は多分はすごくシャローの絵で深度のないボケ味の多い色もちょっと
まあ、載せてるんだけど、一見載せてるんだけど薄めに見え、まあ、あんまり濃く見えないっていう、なんかギリギリの線を狙ったりして、でそれも監督と相談しながら決めて、なんか僕、小川美希がこういう絵だからこれ頼みましょうっていうより、どっちかっていうとなんか相談して決めて、それ僕に到達するってことが多いと思います。絵としては強いものが自分の中ではあるものじゃないなとは思ってますけど、まああとはあれですけど、照明自分でやるので、そういう意味では多分コントラストの作り方とか、ライトの位置をどこにまで持っていけるかとかは、カメラマン照明チームより自分で分かってるんで、際どいところにライトを置けるんですよ、でそこは一番でかいと思ってて、照明と撮影部って本当は対のものですけど、喧嘩したりする現場もあるっぽいんですよね、聞くところによると人の話聞いてると、他のカメラマンの方と。で大体あるのがキーライトの位置と、あと何ですか、バックライトっていうか、はい、フィルの、ね、フィルライト、はい、エッジ出すライトを、まあ、エッジは一番逆目のいいとこ入れば出るんで、はい、でも絵に入ってくるじゃないですか、そうですね、必ず。そうですね、でそこの再現をどこか分かってるか分かってないかが、うん、多分一番でかくて、結構際どいところ、もしくはちょっと見えちゃってるぐらいでも、その見えてんだけど分からないぐらいのとこまで攻めれるんで、そういうのがいいかなと思ってますけどね。小川美希さんのお話いかがだったでしょうか。多分という映像作品ですが、今若い人の間で最も人気のある音楽ユニット YOASOBI さんの楽曲の元になっている小説が映像化されたものです。 YOASOBI さんはですね、もうご存知の方も多いと思いますが、ボーカルのいくらさんと楽曲制作を担当する綾瀬さんの2人組ユニットとして2019年に小説を音楽にするというコンセプトでデビュー、今最も多くの若いリスナーを引きつけているアーティストさんですよね。この多分は彼らの4作目の配信楽曲として2020年の7月20日にリリースされていますが、その元になった信濃さんという方の原作小説を初めて映像化した作品です。3つのショートフィルムで構成されたオムニバスの映像作品ですが、10月に撮影して11月には劇場公開、さらに配信という超短期間で制作が行われたそうですが、このあたりも最新の映像制作のスタイルを現実化しているという部分で、もしかするとこれからの新たなトレンドになっていくのかもしれませんね。YOASOBIさんもネット配信から人気が出た、アーティストさんですけれども、私も普段車に乗るときによく聞いています。このネット文化というのはですね、昔のようにですね、まあ、こういったアーティストさんがいてこういった企画でやりましょうというものとはまた違って、それぞれのなんていうんですかね、才能をいろいろこう見せていってアウトプットしていったらですね、そこにまた才能のある人たちがこれがいいんじゃない、あれがいいんじゃないと言って一つ一つこう組み合わせていったら、あ、作品になったね、あ、これすごいいいねっていうものが全てスタートの段階から完成まで可視化されているというところがすごく面白くてですね、その可視化されたものをまた改めてムーブメントになって世に出ていくという、この流れが非常に面白いものだと思っています。これからもこういった流れはどんどん加速していき、また面白い、なんていうんですかね、クリエイティブというものが楽しめていくんじゃないかなと思っています。さて本日もご視聴ありがとうございました。
いいねボタン、 YouTube のチャンネル登録もまたぜひぜひお忘れなく。それでは本日の DX ジャムはこの辺で。お相手は山下美香でした。またね。Talk show DX Channel.